館長の美術館ザッピング75。小泉真也館長が美術館を歩き回って気づいたことを綴ります。今回は、猫をめでたいの見どころのその4。朝倉文夫、吊るされた猫と佐藤源元、メス猫です。本店には、猫彫刻の傑作も出品されている。朝倉の猫は、第3回文部省美術展覧会に出品され、石井白帝に、奇想と評された。春草の黒猫が出品される前年のことである。後に銅像の神様と言われる朝倉らしい手堅い写実で、首の皮をつままれてぶら下がる猫の様子を絶妙に捉えている。ちなみにその前年の第2回文展では、荻原守衛の、甲府と、女の胴を取る層が未完成として落選している。まだロダン流の近代彫刻は受け入れられていなかったのだ。朝倉はそこに挑戦して、ロダンが体はなくとも、手だけで立派な彫刻だと主張したやり方を、猫を隠れ蓑にして実現している。片腕だけを出品したなら、バラバラ事件のようで気味が悪いと非難されただろう。猫のおかげで、奇想で済んだ。用意周到で頭のいい戦略だと思う。一方の佐藤の猫は、フランス留学で感銘を受けたエジプト彫刻がベースになっている。大正時代の日本美術院には彫刻家も属しており、かつ優秀な同人への留学制度もあっての留学である。フランスでは美術学校でブールデルの教室に所属したが、36歳という遅い留学生だった佐藤は、もっぱら博物館で学習したようだ。留学から帰った佐藤は、中原定次郎ら、院展の彫刻家たちと奈良の仏像について、理想か、写実か、という論争をした。理想を目指せとした転身の目標は、彫刻家たちにも受け継がれていたのだ。宗教的な雰囲気をまとうことで、理想と写実のバランスを追求する姿が、春草の猫に通じる作品である。